はい文化会を再開いたしますなお大西委員から質疑通告の取り消しの申し出がありましたのでご報告いたしますそれでは川島委員どうぞ、はいえー、よろしくお願いいたします、えー、今回不審味私の方からはあの京都市土地開発公社保有地の買い戻しおび活用について質問させていただきます 今回、伏見水環境保全センター拡張用地および洛南排水機場拡張用地として、土地開発公社に先行取得させた伏見区予行時の土地を平成32年に買い戻しをされるという報告を受けました。このの土地開発公社ににつきまししてては全ての保有地を解消した後に 解散させることがあの決定しているということですが、このことはあの公社の解散に向け必要な手続きの一環であると理解してますが、あの買い戻しには50億円を超える経費を必要とし、買い戻し後は売却する予定であるとお聞きしています。ま上下水道事業の経営や今後のまちづくりの影響等の観点からあのいくつか質問させていただきます。まず節水水 環境保全センター拡張用地は、平成5年度から6年度にかけて、洛南排水機場拡張用地は昭和48年に土地開発公社を活用して先行取得されたとのことですが、まずはこの2つの用地の取得の経緯からお聞かせいただけますでしょうか井上下水道部長。まず、不審水環境保全センター拡張用地についてでございます。 取得当時におきましては市街化の進展に伴う流入水量の増加や高度処理施設の導入を見据えたところ将来的に処理能力が不足し保有しております敷地内での処理能力を確保することが困難であるというふうに想定されましたので新たな水処理施設を整備するための用地として取得したものでございます。 しかしながら足がいかのおくでございますとか節水型社会の定着 流入汚水量が増加することなく既存の施設におきまして処理能力が確保することができますことから拡張用地における施設整備には至っていないという状況でございますまた洛南排水機場の拡張用地についてでございますけれども市街化の進展に伴いまして排水機場の雨水流入量が増加した際に施設を拡張するための用地として取得したものでございます以上でございます 川島委員、まあ、今後あの、ここを活用する見込みがなくなったということで、あのあの今回に至ったということですが、まあ、このうち伏見水環境保全センターの拡張用地につきましては、今回、不要と判断されるに至ったということで、まあ、その理由についてもお聞かせいただけますでしょうか。え今後あの再び あのまたこの用地が必要になるというようなことも考えられるのではないかというふうに思うんですがその点についてもお聞かせいただけますか井上部長はい、えー、昭和47年度に供用開始いたしました伏見水環境保全センターの施設が今後順次 え、改築更新を迎えていく中、現在の用地内で必要な処理能力を確保することができますことから技術,的技術的にも可能となりましたので、今回移設計画を見直すことになりました。具体的に申し上げますと、 急速に市街化が進んだ場合におきましても新技術を採用いたしましてコンパクトで処理の効率の高い施設を現在使用しております用地に整備することによりまして施設処理能力を確保できるという見通しが立ったため今後新たな用地が必要となることはないというふうに判断をしたところでございますまた洛南排出議場の拡張用地につきましては将来 のの施設の拡張用用地として活用をすする考えでございますこれら拡張用地の先行取得につきましては当時の社会情勢を踏まえますと一定の合理性があったものというふうに考えておりますが今回の件を一つの教訓といたしまして今後は水量や施設の老朽化をはじめ 社会情勢の変化を的確に見極めるとともに、中長期的な見通しを持って着実に授業を進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。川島委員。ありがとうございます。まあの市街化や施設の状況、あのさらにはあの？ 技術の進展などから今回の見直しに至ったということですがただこれからの拡張用地の買い戻しには50億円を超える経費を必要とするということでありますまあ、あのこういったことから考えると上下水道局としては大きな判断であったと思われますが土地開発公社の解散につきましては平成25年にその方針が決定されていることからしますと、まあ、今回の買い戻しの判断には 少し時間がかかったというようなあの印象を受けるところであります。改めて今回の買い戻しを決定した経過についてお聞かせいただけますでしょうか。はい。広瀬総務部資産拠点整備担当部長。はい、えー。当該用地につきましては、先ほどあの説明させていただきました通り、当時の事業計画では確保する必要があったということから。 土地開発公社に依頼して、えー、約32億円で先行取得した、えー、用地でございます。平成19年3月には、えー、伏見でウネサンスプランが策定されておりますけれども、まあ、それを踏まえ横寺地,地域のまちづくり市街化の状況を見守,見守ってきましたけれども、えー、流入下水量は増加しておらずまたあの拡張用地における施設整備の必要性が高まらなかったところでございます。 その後、平成25年1月に、本市土地開発公社の25年以降、15年かけて保有地を解消した後に解散するという方針が定められたこと、あるいは金利が累積する状況を踏まえながら、当局で拡張用地を買い戻す財源、約50億円の確保について検討を進めてまいりました。 公共下水道事業特別会見におきましては平成29年度平成30年度に企業債償還金が増加するものの平成31年度以降は企業債の償還が安定する見込みとなっておりまして利益剰余金を確保するとともに基金を活用することで企業債を発行することなく財源を確保できるメドが立ったことから 30年3月に経営ビジョン、プランを策定しておりますけれども、その中で、32年度に本県土地の買い戻しを行うことを掲載させていただきました。以上です田島委員 え、25年に決定しまあ、それからあの財源確保のめどが立ったということで、あの今回の決定に至ったということですがえ、今後この買い戻した用地についてはあの売却されるということです。概ねいくらぐらいで売れるとあの想定されているのか。また、あの長期的な視点に立てば市が保有したままで。 あの何かしらあの貸し付け等によって有効活用するというような考え方もあるのかなというのも思うんですが、えっと、そういった選択肢はなかったのでしょうか。はい、広瀬部長、えー、買い戻した用地を売却した場合の売却額につきましては、32年度に不動産鑑定をもとに競争入札することとなりますけれども。 現時点で路線価から算出しているところでは約7億円で売却できるのではないかと見込んでおります上下水道局としてはあの30年度からの、えー、ビジョンプランの策定にあたりまして長期的な視点に立って補充資産の有効活用等による収入源の確保創出を進めるべきと判断しております、えー、で当該拡張用地につきましては あの事業用地として活用する見込みがもうなくなったということがございますけれども、えー、さらにあの老朽化した官僚や施設の更新には、莫大な事業費が必要となりまして、今後、えー、本市ではできるだけ多くの収入を早期にしっかりと確保することが必要であるということから、えー、貸し付けではなく、えー、売却するという考えでございます。田島委員 あの老朽化した管路施設の更新に莫大な事業がかかるという判断から、あの貸し付けではなく、あの売却ということを選択されたということでしたえ。買い戻しを行っていくべきであるということは否定しませんが、結果として大きな損失が発生することに至ったことについては、どのようにお考えでしょうか。 買い戻しおよび売却に伴って損失が出ることについての経営の影響についてでございますけれども拡張用地の買い戻しと売却を平成32年度に行うということを計画しておりましてこれが買い戻しは50億円で売却が7億円でその差額の43億円が平成32年度に 特別損失とととして計上するということを見込んでおりますでこれはのその43億円自体はあの現金支出を伴わないあの支出あの損失になりますのでこれはの平成30年度以降の決算であの利益剰余金が生じましてそのうちあの現金の収入を伴わない部分っていうのがあってそれはの通常でしたら資本金にあの振り返るんですけどもそれはあの 未処分利益上余期のまま置いておきまして、でそれであの先ほどの特別損失と相殺することによって、まあ、損益計算上は繰り越しの欠損金が生じないようにあの処理をしたいと考えておりまして、これによって、後々に経営への影響ではないというふうにあの、えー、処理をしていきたいというふうに考えております。以上です田島 あの経営に影響を与えることはないということでしたけれども、えっと、私がお聞かせていただきたかったのはあの、買い戻しを行っていくということはあの否定し,なしませんが、まあ、結果として大きな損失が発生することに至ったことについて、まあ、どのようにお考えでしょうか。草 はいえーまあ、先ほどあの説明させていただきましたけれども、あの平成5年当時は、あの公共下水道事業会見におきまして、用、え、地、ー、の取得資金もない状況とではございましたけれども、えー、伏見地域の汚水処理が将来滞ることがないように、えー、宇治川近辺に用地を確保する必要がございました。そそのののたため、えー、土地開発公社に先行行取得依頼を行ったももでございますけれども、えー、その後 下水処理技術の進展もございまして、結果として拡張用紙が不要なものとなってしまったわけでございます。これにつきましては、先を読んで、先を見越して、先手を打ったものでございますけれども、結果としてはマイナスということになったようなことでございますけれども、そうした予測は外れたり、事業運営上の懸念事項となったことについては、まあ、遺憾に思っております。 今後は、あの、これを教訓として。今後の事業運営におきましては、このような事象が発生しないよう。中長期の、視点を持ってですね。さらに慎重な、判断と点検のもと。しっかりと事業を、事業運営を行ってまいりたいと考えております。川島委員。ありがとうございます。えっと、この伏見拡張用地を含むエリアと、あの、横尾寺地,地域になるんですけれども。先ほども、あの。 出てましたように伏見ルネサンスプランにおきまして産業環境教育エリアとして位置づけられているところであります現在すでに多くの物流事業者が集積をしておりましてこの用地は売却することを基本に検討しておられるということでしたがここにですねこの横大子地域の方々がこれまで取り組んでこられた伏見ルネサンスプランである まちづくりという観点を取り入れて検討を進めてきていただいたのか、あのそういったことを現時点で何かお考えがあればお聞かせいただけますでしょうか。広瀬部長。はい。えー、あのこの用地のあの買い戻し後の活用にあたりまして、えー、事業運営の観点からは。えー ま広く事業者に参加していただいて、えー、競争性を高めたいと考えておりますあ、これはあの不死身水環境保全センターの拡張用地の話でございます、えー、その一方で本市ではあの産業用地が不足しているという状況もございまして、えー、伏見拡張用地の周辺はすで、えー、にまあ 議員ご指摘のとおりあの物流事業者が集積しているというような状況がございます。でこのような地域に、えー、住居系の用途が混在するということになりますと、えー、その地域の,あの調和を損ないまして良好な地域形成が阻害される恐れがあるということもございます。えー、売却に当たりましては 住居系用途を排除する条件を付す,あの付すなどそういった条件の整備等も検討してまいりたいと考えております。また、あのえーまあ、用地が転売をされてですね更地のままになるというような状況はまちづくりの観点からは望ましくないと考えておりまして転売禁止の特約を付すなどの対策についても併せて検討してまいりたいと考えております。川島委員 地元横寺地域の方は、今後、南部クリーンセンターの建て替え整備で、環境学習施設ができることなどにも大きな期待をされています。そういったこともございますので、もう関係するこの地域の住民の皆様には、丁寧に説明をしてい,ただいていただきたいというふうに要望しますが、住民への説明については、どのようにお考えでしょうか、はい、井上毛水道部長。 はい、えー、住民の皆様への説明についてでございます。 不ふし水環境保全センターの用地につきましては、都市計画に位置づけておりまして、えー、今回の見直しに伴いまして、下水道事業用地から外す手続きが必要でございます。4月以降、都市計画法に基づく住民説明会を行った上で、えー、都市計画審議会に諮る予定をしているところでございます。また、不しみ水環境保全センターがございます、えー、横王寺地区におきましては、 今月末に事前の説明を行っていくこととしており、丁寧に対応をさせていただきたいというふうに考えております。よろししくお願いしますぜひともあの地域の方への説明を丁寧に行っていただきまして、またあの今後も適宜将来を見通した事業の見直しを行い、しっかりとした事業運営を進めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。え続きまして 緊急ダイヤルの設置についいてて質問させていただきます先日、広報発表されました緊急ダイヤルの設置ですが4月1日から濁、えー、り水などの緊急性の高い事案に対応するため緊急ダイヤルを開設するとともに お客様窓口のサービスコーナーの電話受付時間を延長されるということです。まず、あのそれぞれについてどのような取り組みか教えていただけますでしょうか。はい、伊藤富士総務部お客様サービス推進一丁、はい。緊急ダイヤルについてでございます。先日、広報発表いたしました緊急ダイヤルは、お客様から夜間における漏水、濁り水、道路陥没等に関する緊急通報を、 水道管路管路理センターのの職員がお受け付け付るものでございます迅速に通報の内容を把握し初動対応を的確に行うことでお客様への影響を最小限として早期の復旧維持被害の防止を図ることを目的として新たに設置するものでございます。 また、お客様窓口サービスコーナーは平成16年から上下水道局本庁舎1階におきまして開設している窓口でございまして来訪されるお客様からの料金の支払いでありますとか給水の申し込み等の受付を行いまた電話でのお問い合わせにも対応しております。こちらののサーーービスコーナーにつきまままししてては午後7時時でとしております電話の受付時間を 午後9時まで延長するとともに、これまで営業しておりませんでした年末年始の期間についても、休まずに電話受付をするように変更するのでございます。いずれの対応につきましても、平成31年4月1日から実施することと予定しております。なお、これらの実施に伴いまして、現在行っております、休日夜間に関する一般的な受付を受け付けております、休日夜間受付センターにつきましては、廃止させていただくこととしております以上でございます。 新たに緊急ダイヤルを開設し、お客様窓口サービスコーナーの電話受付時間を延長し、それに伴い休日夜間受付センターは廃止されるということです。えー 水道は市民の大切なライフラインであり、予期せぬ漏水や濁り水は市民生活に深刻な影響を及ぼします。緊急ダイヤルの設置によって、こうした漏水や濁り水への対応がより強化されると、理解してよろしいのでしょうか。はい、斉藤水道部部担当部長 はいあの漏水や濁り水、そして道路陥没などが発生しますと、ですね市民の皆様に大変大きな影響を及ぼすということでございますので、早急に現地調査を実施しまして、復旧活動や応急給水などの所方対応を行う必要がございますけれども、その所方対応を迅速に行うためには、一定の技術的、な専門的な判断が必要ということでございます。 4月1日以降、につきましては夜間につきまして365日、緊急ダイヤルによりまして水道管路の維持管理の専門部署でございます水道管路管理センターが直接通報内容をお伺いしましてより迅速な情報収集と、まあ、的確な情報対応を行ってまいるということでございます。 あのこれによりましてですね、断水や濁り水の影響を最小限にしまして早期の復旧を行っていくほかですね、道路陥没による二次災害の防止を図ってまいりたいと思っております。またですね、あのまあ、事案によりましては、幹線排水管の破損など、まあ、重大な状況を把握する契機にもなり 得るということでございますので通報の状況を迅速的確に把握して対処してまいりたいということでございます、まあ、あのこのように迅速な情報収集と的確な初動対応によりまして漏水や濁り水などへの対応を強化してまいりたいとこのように考えているところでございます以上でございますありがとうございます,あごいます今あのご紹介いただきましたような緊急事案についてこの緊急ダイヤルが受付 をあのするということですが、まあ例えばあの水道料金とか下水道の使用料の問い合わせなど、まあそれ以外の問い合わせについてはあのどのように対応していかれるのでしょうか。はい、伊藤氏市長。はい、あの水道料金や下水道の仕用と先述でございますけれども、緊急代理におきましても一時的なそういう受付はさせていただきます。ただあの夜間に受けつ 夜間に不適の,の場合がありましたらあの、その緊急ダイヤルから担当部署の方に連絡を入れまして、速やかな対応というのはもちろんやらせていただく予定でございます。まだあの、えー 料金関係のお問い合わせにつきましては、緊急ダイヤルの、すみません、今までの休日時間受付センターでの問い合わせの分析しますと、午後9時までに集中しているということで、今回、お客様窓口サービスコーナーの方で9時まで延長して受け付けることで、大部分の受付については対応できると考えております。またインターネット等で 海平線の受け付けでありますとか、それから昨年の11月からは、水道使用、紹介サービス、水ずネットというのも開設しておりますので、そちらのもうも見ていただくことで、十分に対応できるというふうに考えております川島委員ありがとうございます。 お客様窓口サービスコーナーについては4月から委託化されるとのことですが、市民からの問い合わせにしっかりと対応することができるような体制になっているのか、またあのサービス水準の低下を招くことのないよう、上下水道局としても委託業者をきちんと指導していく責任があるという,うに思いますが、その点についてはいかがでしょうか。伊藤 委託業者につきましてはこの2月から順次研修を始めておりますまた4月からは数名の嘱託員も配置することでその業者の指導監督も進めていきたいというふうに考えておりますしっかりと委託を管理していきたいと思いますありがとうございます。 ありがとうございます。市民にとっては電話受付の窓口や時間が変わることは大変重要なことですのでこの周知についてしっかりと行ってほしいと思います。今後どのように周知をされていかれるのかお聞かせいただけますか。伊藤支長。 はい、市民のの方への周知でございます。4月1日からの実施に向けましてまず直近では3月15日の区民新聞振込版に都の三田よりこちらの方で案内しますまたホームページそれから31年度の第1期になります4月5月には水道のメーター検診時に配布しております水道使用 水量のお知らせの利面にも案内させていただきますしまた6月7月には三つ折リーフレット都の水田よりミニなどによりまして市民をお知らせしますまだあた緊急事態の設置に合わせましてホームページ等も改変して分かりやすくご案内したいというふうに考えております以上でございます、はい、進行いたします加藤正弘委員まずはじめに改正、えー、水道法関係で 先ほどあの民間との共同とかいろんな話が出てましたけども、えー、広域化、えー、広域連携の取り組みについて、えー、お伺いをしていきたいというふうに思います。で水道改正水,水道法においては、えー、都道府県が広域化、えー、広域連携の推進役というふうになるというふうになっておりますけども、まあ、京都府下では現在 どういうふうな取り組みが進められているのか、その状況についてお伺いいたしますはい草川部戦略長、えー、京都府間におきます、えー、広域連携の取り組みですけれども、まあ、京都府におきましては、平成31年度から10年間を、あののまあ、水道ビジョンでございます、えー、京都水道グランドデザイン、これをあの平成30年11月に策定。 されました。で、今後はこれに基づきまして、あの広域化につきましては、ま雰囲気をあの南部中部北部の3県域に分けまして、ま改、あ、正水道法に基づくまあ、協議会をまあ、平成31年度に設置して、ま経、あ、費ごとに広域化広域連携の検討に取り組む予定でございます。えー、本市におきましては、京都府とまあ、連携いたしまして、広域連携、こ域化の検討において、まあ、リーダーシップをまあ、発揮していくということとしておりまして、本市の。まあ えー、経営ビジョンケーブランにおいても同様の趣旨を掲げております。まあ、これはあの京都府がです、ね、あの一般家庭には水を供給するあの末端給水事業の経営にはま精通はしていないという部分であるとかあとまあ府内の各自治体がまあ比較的まあ小規模のところが多いので、まあ、府内最大規模の事業者でありましてまたあの日本水道協会のまあ支部長としてもあります 本市としてはふと連携しながらリーダーシップを発揮していく責任があるというふうに考えているということでございます。以上です。加藤委員、えー、リーダーシップの発揮についてはあの予算の概要とか、えー、まあ上下水道局の予算のいろんな取り組みの中でリーダーシップ京都市が発揮してやっていきますよっていうふうに書いてあって、えー、まあ率先して、えー、引っ張っていくという方向性としては。 いいと思うんですけどもえ決算の時の議論でもあったようにやはりあの市民の京都市の市民の方が負荷、えーまあ、全域であったり他の市町村の方をが本来負担すべき分を負担してまでやるのかとかいう話とかどこまで京都市が財政負担をするのかとかいう話が非常に重要になるという話が出ていたと思うんですけどもその点、広域化の在り方について現在どのように考えておられますか。坂部市長 ただ、高課に対する本誌の考え方でございますけれども、本誌としましては、先ほど申し上げましたように、リーダーシップを発揮してやっていきたいと、そういった中で、今後は京都府が設置します協議会で、方向性を協議していく予定でございますけれども、先生ご指摘の負担につきましては、一方的に京都市が、他都市の高い化 する上で、何か負担をするということは、あの、ないと考えておりまして、まあ、そういった財政的な負担については、あの各事業体、各自治体での、まあ、議会において、まあ、議論されて積むものでございまして、当然、京都市の負担については、京都市のこの議会で議論させていただこうと思いますし、まあ、財政的に優位な事業体が、もう一方的に負担をあの求められると、そういったものではないというふうに考えております。以上です。加藤正弘委員。はい。 まあ引き続き議論の中で、まあ、今の流れでは負担が京都市が一方的に負担を被ることはないという話ですけども引き続きそういったことがないように議論が進むよう取り組んでいただきたいと思いますで広域化、えー、広域連携の中で、まあ、水道と下水道事業がそれぞれ、えーまあ、ちょっと話が分かれてくるのかなということでまず水道事業の広域化広域連携の推進にあたって、まあ、多都市 まあ、周辺の市町村に、まあ、給水事業を将来的に行う可能性とかは、まあ、実際問題としてあるのか、その点、いかがですか。部市長都市への水の供給についてでございますけれども、あの今の時点では、あの多都市の、まあ、水需の状況とか、そういったものを見ますと、まあ、当面、京都市から送る必要はないというふうに考えておりますけれども、まあ、今後はの人口減少であるとか、 各市町の水需要も減少する、まあ、当然本州も減少していく中であの施設の更新というタイミングがいずれ来ると、まあ、そういった時にあの市町の施設を廃止してあの別の市町から水道水を供給するということは、まあ、将来的な課題としてはあるというふうに認識しておりましてそれについては検討していく必要があると考えております。でまあ、またあの事業統統合合であるとか経営統合とか広域化につきましては あの近隣の都市はあの京都府へ水道からの受水市町が多くてですねあのそこでまあ各自治体があの京都府の溝を買うために受水費での負担しておりましてあのその負担の問題であるとかあと自治体ごとにまあ料金も違いますしなかなか解決すべき課題というのが多いというふうに認識しておりまして今後は施設の共同化とかあと業務の共同化まあそういうい 行っていくにあたりましてもしっかりと財政面においてもとか施設面のシミュレーション等をしっかりやりましてそれを関係する市町でちゃんと検証していくとということで現時点では京都府であるとか各市町の実情であるとかニーズを把握しながら慎重に各市町と連携をして検討を行っていく必要があるというふうに考えております。以上ですはい、えーまあ 決算の時にでも、まあ、そういう慎重にという中で、まあ、いろんな課題ありますよっていう議論が同じようにあったと思いますでその中でも、えーまあ、全体の給水とかの統合事業,事業統合とか広域連携を図っていくのではなくて、まあ、できるとこから、えー、例えば研修であったり、まあ、できる業務を 一本化していくとかそういった部分から進めていくという話が出てきたんですけれどもそういった部分について改めてお考えを聞いておきたいと思います坂部市長あの、まあ、できるところからということであの当面の,あの広域連携の取り組みでございますけれどもあの本意といたしましてはあの今後、まあ、各事業体とです、ねまあ、情報交換 であるとか、かうずまさ庁舎のまあ技術研修施設を活用しまして共同で研修をまあ実施していくとであと、まあ人事的な交流人事交流ですね、これをもやっていったりとかあとまあ水質検査等についてもまあ共通のまあ課題でありますのでそういったところも京都市であの受託等ができないとかですねそういったあのまあ業務の共同化こういったこともまあ検討課題かなというふうに考えております。でああとまあ 今でもやってるんですけどもあの各市町との間であの相互の災害時の応援であるとか、まあ、大規模な災害のあのに向けたあの、まあ、10円にかかる枠組みとか、まあ、訓練であるとかそういったこともやっていきたいと思っておりますし、まあ、そういった取り組みをする中であの他の市町との信頼関係というのがま作られていてそういうところからあの広域連携広域化の話というのがて まあ徐々にできていくかなと思いますので、まあ、非常に重要であるというふうに認識しております、以上ですあと委員えーと、まあ、水道の給水,給水の部分については、今お伺いした中でいろいろとお話ししていただいたんですけれどもあの、下水道の方下水道の方についても、まあ、えー、まあ水道の事業と同様な課題がまあ一定出てくるのかなというふうに考えられるんですけれども、下水道事業の方の広域化、広域連携についてはいかがでしょうか。 はい、草市長水道事業におきます広域連携、高揚化の取り組みですけれども、あの下水につきましても、あの水道と同様にです、ね、あのまあ、経営環境も非常に厳しいという中で、あの国のほうからもです、ね、平成30年の1月に、えー、国から都道府県に対しまして、えー、平成34年度までに、その管内の市町村等と、 ともに検討体制を構築して、広、え、規、ー、化共同化の計画を策定を進めるようにという通知がありました。でこれを受けまして、京都府では、えー、京都府の推薦の化の総合計画、これはあの下水の方では都道府県構想というんですけども、この見直しをすると、でそれに合わせてまあ平成30年度を目途に、広、まあ、域化共同化計画を策定する予定になっております。で本市としましまては このいった市町村単位を超えた広域的な視点で事業運営を行うためにこの間、例えば京都府の流域下水道にも参画しておりますしあと地形的な条件を踏まえて隣接する市町から汚水の受け入れというのもやっておりますしまた逆に本市から他の市町に汚水を受けて受け入れてもらうこういったことも今までからやっておりまして効率的な運営をやっておりますけれども。 まあ今後はまあこれまでの取り組みに加えまして、共同フェアさの楽しましと連携してこういっ共同化計画の検討もこれを進めていきたいというふうに考えております。以上です。加藤正人委員。まあいろいろ今今までやってやってこれたことでえ今課題となっていることまあ今後進めていこうということいろいろあると思うんですけどもまあ実際に、え。ー まあ人口減少をどんどん進んでいって、有種水量、有種水量も減っていく中で、広域化、広域連携はまあ長期的な視野で考えた、絶対どこかで踏み切るであろうことだと思いますので、しっかりとまあ将来にわたって、水っていうのは非常に大事なインフラでありますので、そういったことがえまあ持続可能で、将来世代が安定してえーサービスを受けられるように、今後もサービスの在り方、え、ー 他都市との連携を含めてしっかりと考えていただきたいというふうに思います。で次にあの琵琶湖疏水通線の話をさせていただきます。えー、っと今年度の常任委員会の中で1回質問させていただいて、えー、琵琶湖疏水通線1、えー、層、えー、新たに作って3層体制で増やしていくとやっていくということとあとまあ、えー 1>, 1年目非常に観光シーズン中心にそれ以外、観光シーズン中心に非常に乗ってもらうパーセンテージが高かったと非常に事業としては調子のいい事業であったということでどんどん拡大されていくというふうな話を委員会でしたんですけどもあの今回は予算ということで予算の枠組みもしっかり予算案として出てきましたのでその点予算の中身も含めて 財源含めて、もう一度ご説明いただきたいというふうに思います琵琶湖疏水通線事業についてでございます。えー あの通船事業につきましては、えー、昨年、えーまあ、本格運行を開始をしたということであの初年度につきましては、えー、乗船率、あの通,船えー、通年で98.3%ということであの非常にあの、まあ、ほぼ満席に近いというあの好調な、えー、状況でございましたがあの一方で、えーまあ、なかなかあの乗りたくても、えー、予約ができないというようなお声もまあいただいていたということであの事業者、えーまあ、関係者を含めて協議をする中でやっぱり乗船機会の拡大をぜひともしたいということで、えー 今年度の事業としましては、えー、ま運行日数を増やす、それから新たにこの3席目を導入をするということをまあ、あの進めていきたいと考えているところでございます。あのご質問のあの予算のところでございますが、えー、ま今年来年度予算におきましては、あのこの 通線事業全般、それから関連する疎水の魅力向上事業を合わせまして、3400万円の予算を計上しているところでございまして、このうち、うち数として1600万円が新線3隻目の建造経費と。 いうことでございます。あの、このえま3400万円の予算につきましては、あの国のあの内閣府が所管しております地方創生推進交付金こちらをま活用したいと考えておりまして、あのま1/2えま補助が出るという状況でございます一方であのその2分の1のま補助裏ですね京都市負担分につきましては？えま、あの大津市。 からあの,、えー、の,あの負担金ですねあの船の負担金を、まあ、大津市から、えー、まあ今のところは500万円頂戴をする予定をしておりますし、その他、えー、企業協賛でありますとか、えー、ふるさと納税、あのこれも非常に好調ということで、あのこういった経費を充当するということを考えておりまして、あのいわゆるあの水道料金を投入するということはなしであの行ってまいりたいと考えておるところでございます加藤正委員 はいえーまあ、水道料金の方からの、えーまあ、予算から水道料金の方から取ってくるということは、まあ、なしでいけるだろうということで、まあ、そういった中でこういった展開ができるのは非常にいいことであるなというふうに思いますであの私たち自民党の、えー、代表質問の中で、まあ、吉井議員も最後要望の方で触れられてたんですけども、まあ、子どもたち京都市内の子どもたちを、まあ 素水学ぶ機会もあると思いますし、そういった中で、船にの、通船に乗せてあげる機会をという要望が出ていたんですけれども、まあ、具体的にできるのか、できないのかとか、検討状況とか、どういった状況にあるのか、お伺いいいしたいと思います今井さん部長、はいえっと、今回、新たに建造したい、この3隻目でございますが。 あの乗船のまあ用途としましては、えー、まずはやっぱりあの非常にあの混雑をしております、えー、桜や紅葉のそういうトップ時期あのここに3隻目を投入しまして、まあ、できればあのフル回転をしたいと考えておるんですがあのそれ以外にやはりあのまあ貸し切りであの乗りたいでありますとかあるいはまあ最近増えておりますあのインバウンドあの外国人のお客様そういった方々のまあ専用船、まあそういった えー、部分についてもあの検討したいと、えー、考えておるところでございます。で、あのご質問になりました。あの、子供たち教育情勢という部分でございますが、あのこれもあの我々えー、まあ。 制度この事業を開始した当初から考えていた部分でもございましてやはり将来を担う子どもたちあるいは土木とかそういったものに携わる学生の皆さんそういった方々に実際に船に乗っていただくその上で先人のそういうすごい そういったものをまあ体感していただく、こういったことは非常にあの重要なことだと考えておりまして、あのまあ、現状、2席の運行でなかなかそういった枠を生み出せないということで、あのこの3隻目を使って、ぜひともそういう、えー、教育情勢というようなものをまあ実現してまいりたいと考えているところでございまして、あの間あの教この間、教育委員会とあの、まあ、そのどういったやり方がいいのかと。 いうところを、を、まあ、協議を今あの、しておるところでございまして、あの今後、まああの、地元の区役所でありますとか、えー、産業観光局、まあ、こういったところとも連携をして、まあ、あのできればあの息の長い取り組みにしてまいりたいと思っておりますので、あの持続可能な形になるようあの、まあ、そういった子どもたちへの教育乗船、えー、ということであの、この31年度中に何とか実現をしてまいりたいと考えております。以上でございいます加藤正委員はいえーまあ 船自体乗れる乗客数も限られていると思いますのでやり方についても丁寧に検討していただいて教育委員会ともまた連携して、まあ、子どもたちがしっかりと疎水の歴史を学ぶ、まあ、いいきっかけになるようにその機会として大切に先ほど言われましたように息の長い事業として継続できるように取り組んでいただきたいという,ふうに思います。 で次にあの大規模太陽光発電についてお伺いしたいと思いますけどもまあえ今、非常にえ営業外収益として収入として非常に増えてきていると思うんですけども数年前何年か前はえ決算ベースで4700万収益収入やったかなえー確かあってで今はもう1億5000万円ぐらいやった。 ちょっと正確な数字は覚えてないんですけれどもそれぐらいあったというふうに思っているんですけれども、まあ、今後もこういったふうに数年間で増えていくのか増えていかないのかとか、まあえー、そういった大規模太陽光発電をやれる場所の確保の問題であったりとか売電価格も下がってきているという状況もある中で、まあ、こういった事業は今後どういう展開を見せていくのかお考えをお伺いしたいと思います。 はい渡辺技術管理室長はいあの大規模太陽光発電設備についてでございます、えー、まずあの、えー、本州の大規模、えー、太陽光発電につきましては平成25年度に鳥羽、えー、水環境保全センターと新山品浄水場へそれぞれ1メガワットの設備を設置しております 先ほど先生おっしゃられた4700万円というのはその25年度の実績でございますそしてその後平成26年度に松ヶ崎浄水場へ730キロワットの設備を設置しておりまして平成27年度には石田の水環境保全センターへ1ミガワットの設備を設置し しております、えー、合計で、えー、発電能力,の、えー、能力の合計は3 7 3 0ットでございます。えー、これまでの,、まあ、あの実績でございますが、えー、その後あの平成、えー、4機が、えー、4施設が稼働した後平成27年度からは、えー、収入が、えー、平成27年度が1億7千万円。 28年度が1億8,000万円そして、えー、平成29年度はもう、えー、1億8,000万円となっております、えー、その、えー、今後の、えーまあ、見込みという、えー、でございますがあのーまあ、20年間、えー、買い取り期間がございますが、えー、それによりますと、えー まあ20年間、あの4施設での、えー、収入としましては総額が約31億円を予定しております、それに対してあの建設コスト、維持管理コストとしては総額約17億円が見込まれますので収支としては20年間で合計約14億円の黒字が見込まれるということでございます。それ とあと、えー、今後の、まあ、展開ですが、まあ、新規の,あの新たな、まあ、太陽光発電設備につきましてですが、まあ、あの大規模太陽光発電につきましてはおよそあの1万平方メートル以上の敷地が必要でございまして、まあ、現在の、えー、京都市上下水道局の既存施設におきましてはそのような場所が確保 できないことから現在のところは新たな設置の予定はございません今後あの施設の大規模な改築更新などに合わせて建設費維持管理費および買取価格など事業としての採算性を考慮して検討していく予定でございますが、まあ、しかしながらあの現状でも買取価格が当初のまあ半分以下 となっておりましてまあパネルの値段などもまあ下がってはいるんですが、えー、再産性はかなり厳しいと考えております。以上です。はい、勝山正倫委員。はい、えー、まあ20年間のまあ31億円ぐらい収入見込みがあって、まあ建設費は17億円で差し引き14億円というまあ現状の施設で、そういう中でまあ売電価格下がってきてる。 とかいろんな話があると思うんですけども、えーまあ、今の持っている施設も、まあ、しばらくしたら、えーまあ、し設備自体が古くなって、まあ、やるのかこのまま、まあ、新しい機器を導入して続けるのかとか、えーっとまあ、もう再三合わへんからやめてしまうのかとかいう判断もあると思いますけども現状の施設の、まあ 長期的な見通しとして、まあ、その時になってみないとわからない部分も多いと思うんですけども今の時点でどういうふうに考えておられますか渡辺市長はいあの今ある、えー、運用している4つの施設の件ですが、えーまあ、あの固定買い取り制度の満了を迎える20年後におきましては まあ先ほども言いましたがあの建設コストなどは、まあ、あの回収をは終えております、まあ、以降の運用につきましては、えー、維持管理にその時の維持管理にかかる費用、まあ、と、まあ、その時点での買取価格ですねそれがどうなっているのかそれと、まあえー、その時の、えー、設備の発電量そのあたりを勘案いたしまして えー、その時のま採算性を考慮してえ、して検討してまいる、えー、という考えでございます。以上です。加藤雅之委員はいえー、まあ、交通局もそうですけども、こういった営業外の部分で収益上げてまあ、少しでも、えー、経営な、えー、安定した財政。 財政運営をやっていただけるというのは非常にいいことだと思いますので今後もこの事業に限らず、えー、しっかりと採算性の見込めそうな事業があればしっかりと挑戦していただきたいというふうに思います。で、えー、っともう1点あるんですが、えー、っとあの我が会派の無くだ議員が、えーまあ、ずっと質問できてないということで預かっている質問があるんですが。 明日で、明日で、明日で,明日で、えっと、中身としては南部の、えー、拠点整備についてなんですけれども、えー、南部拠点整備、あありましたね、南部拠点整備の、まあ、改めて意義、目的、効果について、まあ、簡単にでいいんで、えー、お伺いしたいと思います、はい、広瀬総務部資さん、拠点整備担当部長。 南部拠点の整備の意義、目的についてでございます。上下水道局で市民の皆様の生活を支える重要なライフラインとして、水道、下水道の整備を維持管理も行っているわけでございますけれども、これを50年後、100年後の将来にあたって守り続けていくということが必要でございます。そののために今回南部拠点の整備を 念頭に置いているわけですございますけれども、まず1つは、の社会情勢の変化に柔軟に対応できる効果的、効率的な業務執行体制、それと大規模災害等の非常時に備えた危機管理体制の構築、これを行っていきたいというふうに思ってますしまた、 漏、はいえー、水やあの浸水、地震等の災害発生時に、えーまあ、あの市民への影響を最小限とどめるということを、えー、あの念頭に置いております、またあの、えー、事業所の集約することによりまして、ライフサイクルコストの縮減ということも、あの効果として現れるというふうに考えておりますまあ以上のような観点から、えー、進めてまいります。加藤正弘委員 はいでまあ、今、1点目におっしゃったようにあの効果的、効率的な業務執行体制および大規模災害等の非常時に備えた危機,対か危機管理体制の構築ということなんですけどもあの今までと違う場所に南部拠点を持ってくるということで災害対応については北部拠点と南部拠点どちらがどこに行くまでどちらがどの地域についてどちらが行くのかっていうのを丁寧に 改めていかないといけないのかなというふうに考えますけどもその危機管理体制の部分について南部と北部どういうふうに分けていくのか今後検討すると思いますけどもいかがでしょうか。はい、今井村部長 はいえーとまあ、北部の拠点ということで、うずまさ庁舎、すでにあの整備をさせていただいておりますで、今回、あの南部拠点を整備をするということで、あのまあ、両者であのどど、どの線で区切るかというのは、今、まあ、必ずしもあの明確にあの持っているものではございませんが、えーと、今回整備をする南部拠点につきましては、いわゆる南部エリアを所管をするということに加えて、あのまあ、本庁舎の機能も移転をしますので、いわゆるそのヘッドクォーター機能もそこに。えー 整備をすするとといいうことでございますそれに加えましてあの、まあ、本日の質疑でもございましたがあのこれから先大規模災害の対応ということになりますと多都市からの応援、まあ、受援という要素が非常にあの重要になってきますのであの多都市の、えー、応援が来た時に、えーまあ、あのそれこそ、まあ、いる場所すらないと本当にあの来られた方が立ち往生するということになりますのでまずはあのきっちりと、えー、まあ いいていただく拠点となる場所を作る、それからそれを情報をしっかりと共有できるような、そういうしつらえをあの、今回の,、えーまあ、あの何十年に一度の機会ですので、そういった長期的な視点で、合わせて整備をしてまいりたいと考えております、はい、加藤正博委員。で、まあ、そういった中で、まあ、整備手法の方も、ある程度、えーまあ、PFI なのかなという方向で見えてきているかなと思うんですけども。 具体的に現時点で分かっている整備のやり方について、どういうふうに考えておられるのか、お答えいただきたいと思いますはい、草加部敬戦略一長。PFI 手法でやるということについては、まだ検討中でして、ただそれを念頭におきまして今あ、今の事業の範囲。 とですね、についてあの精査をしておりまして、あの来年度当初には、えー、実施方針等の公表に向けて今あの、精査をしているところでございます、以上です。念頭においてということなんですが、まあ、いろんな、えー、案が出てきて、まあ、BFI するとなると、まあ、上に別のオフィス入れたりとか、そういった部分も出てくるのかなと思うんですけども、そういった点についても、まあ、手法の一つとして検討されているという認識でよろしいでしょうか。 はい、草壁市,市長、こ長らの活用についてもあの、その施設の中で当局が使わない部分については、あの有効活用できるようにあの検討を進めるところでございます、以上です。加藤正弘委員、はいえーまあ。時間が来ましたので、これ以降の質疑は、えー、明日できればしたいと思います、以上で終わります、はい、進行いたします、西村よしみん。 ではお願いします私の方からは、えーまあ、午前中からあの議論があります、まあ、災害対策についてです災害減災のための装備などの強化についてのところなんですけれども、まあ、あの午前中もいろいろと議論がございました昨年の台風21号ではです、ねえー、各地でまあ断水が発生いたしましたでこの断水のまあ特徴と言いましたら、あのーまあ、比較的、あのー 長く続いたのかなというふうにあの受け止めており,おりまして例えばです、ねあの、北区の中川では、えー、断水からその解消までが4日間、えー、静波原もまあ4日間、それから熊ヶ畑や木船は3日間で右京の当院がです、ね、これはの6日間にわたってまあ断水が発生したということであ,のあります。でまあ、住民のののの皆さんへのまあ生活の影響というのは あのまあ、大きかったというふうにあの受け止めてるんですけども、まあ、これに対してまあ局の方では、えー、これらの地域の断水の解消のために発電機のまあ設置あるいは燃料の補充、えー、応急給水および現地でのまあ広報活動などをですね、えー、実施をしていただいております、えー、しかしまああの停電からまあ解消まで、えー、これは電力の方なんですけども約まあ12日間というまあ長期 というかあの長い期間、あのまあ、そういう期間がありました、まあ、今回のですね、えー、こういうまあ災害の教訓をまあ生かしていただきながらですね対策をえ強化していただきたいなというふうにあの思います、でそれであの、えー、まあ北部山間のところではまあ非常用の電源の設置をするということなんですけれども、えー、この固定での、まあ、非常用の 電源の設置を、まあ、今回、された、されればですね。大体、まあ、あの、対策は、まあ、解決はできると。いうことでしょうか。はい、池水道部長。 はいあのー、まあ今回の台風で、えー、山間地域におきまして、えー、まあこれは特にまあ停電が原因でまあ長期の停電が原因で、えー、まあ断水が発生したものでございます、えー、これらを教訓にいたしまして現在あのー、山間地域において、えー、自家発電設備の整備を、えー、これからまあ進めようということでございます、えー、今あのー、計画しております、えー、自家発電設備がまあ整備できましたらあ行ってですねあのー、山間地域におきましても えまあ停電が起きた際でも、えー、給水の方をですね、えー、継続できるよう努めてまいりたいというふうに考えております以上でございます西村市民えっとまあ非常用の電源のまあ設置についてですけれどもあのまあ聞きましとまあ三年計画ということですかあのこれのあの設置のあの計画はだいたいどれくらいで完了されるんでしょうか息部長 はい、あの自家発電設備の、えー、整備につきましては、えーあのまあ、16施設に対して整備をしていくということで、えー、まずはですねあの、まあ、市内中心部からのアクセスであるとか、まあ、地域の使用水量、こうしたことを勘案いたしまして、優、ま、先、あ、順位をつけているところでございます。カ年年年年ででですすすけれども、まあ、平成30年度度度今が内にはですね えまあ工事の方を着手いたしまして、えー、まあ次年度、えー、平成31年度には、す、え、べ、ー、てのです、ね、ところでの自家発電設備の工事を着手いたしまして、32年度、平成32年度には、完了、整備を完了したいというふうに考えておりまますす以上でございます西村和民平成32年度までには、すべてのところでまあ完了、まあ、していくと。 まあいうことなんですけれども、まあ、あの32年度ですので、あの災害がまああの頻発というか、あの毎年まああの大きなまあ台風等がです、ね、あの来るような状況であります、まあ、去年はです、ねまあ、電力ということでありましたけれども、あのまあ段取りもございますけれども、まあ、なるべくですね早くまあ対応していただきたいなというふうにあの思っております。でそれでで、えー、去年はですね あの私、右京区の、まあ、当院の例をあの、えー、挙げて、まあ、話をしているんですけれどもあの当院の方では給水車も入っていただいているとでその時のその例えば、まあ、道路とのです、ね、環境と言いましたら、まあ、倒木もあ,のあったでそれであの電力の、えー、会社の,方の、まああの車もなかなかこれは入ることもできなかった、まあ、そういう中で あの皆さんの方もですね、あの給水車あるいは広報までまあ出していただいたということについては、まあ、これはあの本当にあの業務の遂行あのご努力にですね、あの誠にまあ顕著だというふうに私もあの受け止めました、えー、安全を確保していただきながらですね、まあ、こういう災害対応をまああの努めていただきたいなというふうにあの思っております。でそれで あの昨年の,あの台風のまあ災害被害と言いましたら、まあ、複数箇所でまあそういうあの電力の,まああの停電あるいは倒木の,の被害道路があの遮断される、まあ、そういう状況がありましたけれどもあのこういうあのまあ応急給水あるいは復旧作業などですねこの体制についてはあの広域的な対,対応が必要だと思うんですけどね、えー、去年の状況というのはどのような状況だったんでしょうか。 はい斉藤水道部担当部長、はい、あの昨年度の台風における山間部の対応でございますが、あのまあ、あの上下水ことしましては、ですねあの給水車を現地に入れておりますのと、 あのまああの断水になった地域と断水ない地域がございましたけれども、断水になった地域につきましては、節水の広報もえましたということでございます、ああ全体的にはあの京都市の,あの防災の方とも連携を取りまして、ですねあのまああの部分的にはあの東木でえまああの侵入できないところがございましたので、ああ地元の方にもお世話になりまして、時間の発電機を運んだいと、そういうな体制で、昨年度は実施したということでございます。西村吉民 まああのまあ、そうやってあの、えー、水道局ご自身のです、ねまあ、業務とともにですねあの,他のところとのまあ連携もです、ね、やはりあの、まあ、十分検証していただきたいなというふうにあの思います、まあ、特にです、ねえー、区役所、あるいは市所えー、さらにはあの土木の事務所等です、ねえー、道路、あるいはまあ住民の皆さんへの広報も含めた 連携の取り組みですね。で昨年はそういうあの連携の取り組みというのはあのどのような状況だったんでしょうか。今井存部長。 はい昨年度の災害におけるあの連携の状況でございます。あの、私どもまえ事案発生した後、えま防災危機対防災危機対策室中心に情報収集をしまして、個別にはあの区役所とえま、我々断水が発生している状況をま報告するとともに、逆に区役所の方から情報をいただくとまそういう事情がございました。一方でえっとま外部になるんですが、やはりあの関西電力あの？ 原因の大元が関西電力ということでそちらとの関係につきましては課題があったといいますか関西電力さんの方でもかなり混乱した状況にあったということでこちらの方からいろいろお問い合わせをしてもなかなか要領を得た回答がいただいていないという状況でございます。それを踏まえまえしてです、ね、昨年の 強府教育を生かしてということで、あのそれ以降、えーまあ、ライフラインに関わる、えー、事業者、それから行政機関集まって、その情報共有の在り方を、えー、議論をしておるところでございます。で関西電力の方も、まあ、あのそういった部分、えー、それから、えー、それ以外のライフライン事業者、まれ、あ、わ上下水道局も含めて、あの情,情報共有の在り方を議論していく中で、えー、特に、えーまあ、昨年度でいきますと、えー まあ停電の復旧をする優先順位ということであの我々でいうと浄水施設あるいは排水施設まあポンプ施設そういったものの復旧が必要になってくるんですがあのそういった情報がまあ関西電力の方にも伝わってなかったということもあって結果としてあの復旧が長期間かかってしまったということであの我々のあの必要な施設、えー、給水必要な施設の情報をそういったライフライン事業者に、えー、提供することも含めてああのー、まあ いざというときに復旧を一日でも早くなるような、そういう協議を今、進めておるところでございます西村吉民、はい、あの改めてまああの、まあ、去年のも 台風の直後の委員会などでもです、ね、あの取り上げさせていただきましたけれども、まあ、あの我々もです、ね、いろんなその、えー、ところ、まあ、特に、まあ、電力会社については、えー、情報を求めてきたんですけども、まあ、なかなか答えていただけないというのはあのその通りでありましたでやはりあの公共の,あの京都市と、えー、もう大規模なそのエネルギーあのライフラインを になっていただいているその民間事業者とのま連携はですねこれ非常にあの重要なあのところでありますのであのおっしゃっていただいた通りあのこれはあのよ量えない取引あのやり取りではこれ全然あのやはりあの役に立たないと言いますか対応ができないという状況でありますのでさらにですね課題等ま検証していただきながら。 対応強化を進めていただきたいなというふうに思っておりますで次はちょっと簡単なところなんですけれども平成31年度の水道事業の公共系水道事業予算の概要の中で、まあ、経費のせ、えー、節減のところがありますでそのところはです、ね、水道排水管更新の実施によるまあ漏水修繕費のまあ削減ということなんですけれども、まあ、当然あの新しく更新すれば 処理費は削減されるというあのところの関係だと思うんですけれども、えー、年間のですねこれ漏水件数と言いましたら、これはあの減ってきてるということでしょうか。斉藤水道部部担当部長、はいあのまあ、大きいところで見ますと、ですねあの、まあ、平成19年に約、まあ、あの1万件近く漏水件数ございましたが、えーまあ、平成29年度末、まあ、でいまと、約3あ0 900件ということで3900件ですねかなりの件数が下がっているとこれは老朽化更新と生税給水管の解消とこの辺の事業が大きいところかとこのように考えております石村和志民はいわかりましたあの、まあ、必要なですね老水の修繕費等はですね、まあ、十分確保していただきたいなというふうに思っていますで次に あの雨に強いまちづくりのところなんですけれども、これは私、あのまあ、去年も取り上げさせていただきましたけれども、特にあの新トーマス貯留タンクの話です、でこれはいろいろとあの取り組んでいただいております、ただですね、やはりあの受け止め自身は、あの果たしてそれで効果があるのかみたいなですね。 あの受け止めも一方でございますので、あの十分な候補をです、ね、努めていただきながら、その効果をですねあの PR していただきながら、取り組みをしていくべきだというふうに思っております、特にですねあの場所が取,る取られるということで、あのまあ、そういうあの例えば事業所等ですねあの、確保できるようなところへの PR 等は、この辺はどのようなところでやられているんでしょうか。はい 井上水道部長はい、えー、雨水浸透マス貯留タンクについての広報についてでございます、えー、私たちにつきましては雨水浸透マスにおきましては宅地開発等の開発者の 方が我々の本庁舎に、えー、協議にお越しいただくことがございます、えー、その時に雨水浸透マスの利用を促しまして、えー、設置を検討しておられる方すべての業者に、えー、助成金の制度の説明をさせていただいているところでございますまた市民の皆様に対しましてはこれまでから市民新聞でありますとかあ水道メーター点検時に配布いたします事業 pr リーフレットまた 鳥羽水環境保全センターの一般公開各地各の各区の各のふれあい祭りなどさまざまな機会を通じて普及・啓発に努めておるところでございます。 これまでの効果につきましても、ですね、我々といたしましては、一定の貯留をしていただくことによりまして、市民の皆様方に災害時にも使っていただける、また、山水用水としても使ってもらえるなどなどです、ね、でさまざまな効果についてご説明をさせていただいているところでございます。西村市民 市民の皆さんが、まあ、あの比較的あの簡単に、ですね、えー、雨水の流出を、まあ、抑制できるというあの仕組みでございますので、えーまあ、引き続きですね対応よろしくお願いしたいと思います。でちょっと最後になりますけれども、あの事前には資料をですねいただいておりますのが、あの営業所別の停、まあ、水予告、停水実施の,あの資料です。 でそれであの、まあ、大体あの、例えば平成、えー、30年度でいけば停水、えー、つまりあの止めましたという件数は大体2300件程度だというふうにあの、えー、なっておりますで、まあ、事前にあのお話も聞きまして大体、事の状況は分かっているんですけれども他、まあ、都市と比較してもです、ね、これ比較的少ないと京都市の場合はあ,あいうふうなことであ,のありました。でで それで私、思い出すのはですねあの上下水道局の話ではないんですけれども保健福祉のあのところでやはりあの生活困窮者の方々がですねあの水道の料金も払うことができないまあそういう状況の中で水道のお支払いをお願いしに行ったところをあのそのうちの方がまが異常を発見されたというまあそういうあの例もございました。 でそれであの私、保健福祉の方は窓口に行かれて相談される、えー、ところがですね行政が直接そのご家庭に行くというそういうあのえ業務をできるのはですねあまあそういうあの上下水道局であったりあの直接訪問されてえ対応されるあのえ京都市の職員さんであったり。 あのそういういいことになっていくわけですねで生活保護の場合はですねこれは申請があって初めて対応するという話でありますし一方で、ですねそういう申請がないまでもあのそういう困窮状態があの、まあ、把握できるといいますか何か異常だとあるいは生活はこれ水道料金も払うことできないような状況になっているとかね。 いうようなことが発見されれば、ですねこれはあのやはり、あの上下水道だけではなくて、他のとのろとの連携をまあ強めていただきたいということは、あのこれまで、ああの反させていたこともありますで現在の対応といったら、どのような対応されているんでしょうかはい伊藤藤総務部お客様サービス推進室長。 はいあの料金をお支払いいただけない方の状況の把握についてでございます。えー、今、議員がおっしゃいましたように、まあ、これまでから福祉との連携ということで、上下水道局では、まあ、ま各こお客様に訪問した際のまあ、料金をお支払えない状況につきまして、把握している場合ですね、えー、福祉の、まあ、ま、えー 必要性があるという,ふうなことで、あのお話伺って、生活苦しいということであればあの、福祉事務所の方を紹介させていただいておりますし、また、すで、えー、に、まあ、福祉を受給されている方につきましては、えー、ケースワーカーの方と、担当者の方と協議させていただきながら、まあ、水道料金、水道料金の使用量についてお支払いいただけるようなお話を、今、えー、以前から継続してさせていただいているところでございます西林委員、対応していただいてますということであります。 それであのその現場に出向かれて、えー、例えばあのそのご家庭の、ま、料金の、ま、ご相談徴収といいますか、ああいうふうなあの業務というのは、これはあの民間の事業者の方にお任せしているということでしょうか。伊藤市市長 大納が発生いたしましたらまず委託先ということで初期対応に初期未納につきましては委託先が2回お客様の宅を訪問しておりますただその2回でもお支払いいただけない場合は局の職員がその後2回ほどまた訪問させていただきまして料金の支払いについてのご相談に応じておりますその中で分納でありますとかそれから支払い期限の猶予についてご相談させていただきまして対応しているところでございます西村市民 はいあのまあ職員の皆さんもまあ訪問していただいているとあのいうことでありますのであのぜひともですねやはりあの丁寧なまあ相談をまああの乗っていただきたいなというふうにあの思っておりますえ以上です進行いたします森田委員お願いしますあのえっと私はあの今もねあのあったんですけどあの上下水道のね祉元面についてあのお聞きしたいんです。 決算の,の時にも質問してね、水道料金は独自の、独立採算で、特定の減免をすれば、他の利用者の負担が増えるっていうことをおっしゃってた、答弁でね、おっしゃってたと思います。あのしかしねあの、高齢世帯とか、障害者を抱えてるお家ってね、訪問しましたらやっぱりシーツが汚れて、 たりねあのまあなんていうのかなあのパジャマにこうなんていうのかなあのトイレ行くの失敗しはった時にねパジャマが汚れたりとかもうお着替えをしょっちゅうしなければいけないとかそういうことがたくさんあってね洗濯をとか掃除とかたくさん水を利用することがあると思うんですけどあのその世帯によってはね水道料金をあの節約しようと思ってあんまり洗濯を を控えるととかっていうこでまあそういうこともさっきもねあの水道の,あの水使用の減少を止めたいっていう答弁もねあのさっきあったと思うんですけどこういう方にこそね 京都市の安心安全な水をね、ぜひあの多く使っていただきたいと思うんですけど、まあ、それにあの対してもやっぱり減免制度が必要になってくるんじゃないかなって思うんですけどね。あのまあ前回の 答弁でもあったように独立採算っていうことであの無理やって言うんやったらあの交通局ではね独立採算であの高齢者のではできひんからって保健福祉局と連携で経路乗車所を作ってるじゃないですかそういう感じでねあのまあ水道局であのだ水道料金が払えない人で福祉減免っていうかねあの、まあ、そういう生活保護に。 連携してるっていうところもあると思うんですけどその部分にもうちょっとねあの進歩して高齢者とか障害者とかそういう水道を要うけ使いたいけどあの使うの控えざるを得ないようなところにねあのそういう制度を作れないのかと思うんですけどいかがでしょうかは日、い、下部経営戦略室長。 先生、おっしゃられているとおりでございましあの独立財産を、こういう企業、原則としておりますので、あの特定のお客様の減免分を、あの他のお客様に負担転嫁することはもう公平性を欠くということで、あの福祉減免制度の導入というのは困難でございます、それであの福祉保健福祉局との連携して制度を作るということでございますけれども、この場合も一般会計において、まあ、財政負担、 していただくということになりますけれども、あの非常に大きな負担になりますので、なかなか本州の極めて厳しい財政状況からはもう困難であるというふうに考えております。あの高齢者であるとか、あの障害者の世帯あの方に対する政策というのは、あの保健福祉局の方であでしっかりやっているとあの考えておりますので、その中であの水道料金の減免というのはなかなか難しいのかなというふうに考えております。以上です森田 今までやったことはあるんでしょうか。坂部市長、あの以前のあの,あの料金改定のですね、あの際のに、えー、経過的な措置としてあの社会福祉施設に対するあの減免制度というのが、あのこれはあの市会のあのご意見を受けてあの設けたことがございますけれども、あの特あの生活困窮の方 やるとか障害者の方に対するあの減免制度というのはございません以上です森田恵子委員、あの生活保護をいただいた方はねその中にまあ水道料金も含まれていると思うんですけどその中でねあのやっぱり高齢者の方とか障害を持っておられる方が家族におられる方はね水道 をよく、用件使わなあかんことって本当にあると思うんですね。でそういうことに関して、まあ、全額とは言いませんけど、半額とか何分の1とかね、そういう減免制度が作れればいいかなってあの思うので、また福祉あの保健福祉局とも連携してね、考えていただきたいと思います。で、あの、決算の時にね、あの私、市道内の下水道管の整備のね、 支援のことにもあの質問したんですけどあのその時にあの、えー、と水洗化の,普及,あの普及促進で昭和37年から市道でも公共下水道管を付設それ以前のものに助成制度があり一定の条件を満たせば公共下水道管を付設するとおっしゃっていたと思うんですけどその後の進捗はいかがでしょうか。 井上下水道部長はい、えー、今ご紹介いただきました通り、市、え、道、ー、内への公共下水道 の設の制度につきましては37年度から実施されておりますのでそれ以前に共同排,泄共同排水設備が敷設された場所につきましては指導所有者全員の承諾書が得られましたら要望を受けまして公共下水道管を公費で敷設させていただいているところでございます今年度におきましては3箇所の ところから、ご要望をいただいておりまして。えす、ー、で、えー、に実施済みということになってございます。以上でございます。あ,ありがとうございます。えっ、ー、と、前回の時には、えっ、ー、と。まあ、三百何,何箇所かあるって言ってたんですかね。で、それのうちの、あの三箇所ができたということですかね。ありがとうございます。あの。 昭和37年以前ということでね、あの指導に設置した住民本人はね、当時、自費で負担してね、衛生面でもあの京都市にいち早く協力した住民なのかなって思うんですけど、あの60年以上経っているところはね、住民が高齢化しておられると思うんですけど、取りまとめるのも大変だということでね、前回その取りまとめもあの京都市であのちょっと。 援助ししてててあげほいいっていうあの助成してほしいっていう話もしたんですけどあの住んでいる自分が住んでいるところが自分の責任であの直さなあかんっていうことを知らへんでしもう人がねその取りまとめもできひん中であの老朽下水でね詰まった時とかにあの腐敗したその詰まったことによってねあの腐敗したりとかであの道路陥没してね 大ごとになってしまう前にね、それは京都市としても対策すべきだと思うんです、助成制度があるとか、そういうあのことは、もう全員が取りまとめとかねで、そういうことはおっしゃっておられたんですけど、あのそれもね、も,もっとあの前向き、前向きというか、もっと積極的にねあの、京都市の下水道と同じようにね、整備していくべきだと思うんですけど、いかがでしょうか。 はい、井上部長はい、えー、指導内におけます共同排水設備の更新についてでございます、えー、指導は個人の所有物でございましてまた財産でもございますそして指導の共同排水設備につきましては原則として所有者が事故の負担により排水設備の設置および位置管理を行っていただくべきものというふうに考えてございます 私たち公共下水道事業を推進管理するものといたしましては事業の優先度からまず公道に付設しております公共下水道管の老朽化対策また地震対策に取り組むべきというふうに認識しているところでございます、えー、公共下水道事業の中には指導の共同排水設備よりもまだ古いものもございます そんな中で指導を優先することはできない状況でございます。ただし、先ほども申し上げましたとおり、昭和37年以前に設置されましたところで、お困りのところがございましたら、今年度も3箇所設置をさせていただいているところでございます。今後も引き続き、現行の制度の中で進めさせていただきたいというふうに考えているところでございます。森田恵美子委員。 あ,あの原稿を満たしていればっていうことであのやっていただいて3箇所やっていただいたってあのいうことでまあ、ちょっとは安心できるんですけどあの本当にねあのー、37年度からねあの指導であっても私どうであってもあの公共下水道を作っていった 経緯があるんやから、その以前から作っておられるかあの自分とこのねあの財産って資材で作っていかはった分に対してもねあの京都市が同じようにあのやっぱりやってほしいと思いますのであの今後ともあの力を入れて住民の安全のために安心安全のためにまたあのお仕事していただければと思いますありがとうございましたよろしいですかはい進行いたします山田会員 ご存あの議論のありましたあの水道法改定問題やコンセッション方式の検討の問題それからまあ京都市のところについてはまあコンセッション方式などについて現在のところ採用しないという方針だという答弁などもありました。それででの国の方もですね まあ人口減少でえ将来、収益が下がっていくとか、あるいはまあ老朽化や耐震化ということについても、対策を取ろうとすれば、多額の費用が必要になってくると、まあ、そういうキャンペーンを張ってるんですね、でまあここばかりが先行いたしますとね、あの市民の間からは本当に大丈夫なんだろうかっていう心配の声が出ると。 今日午前中のやり取りでも20件ぐらいの問い合わせがあったということがあったんですがあの、まあ、ここだけのキャンペーンを貼られますと、ね、もう将来、本当にどうなるのかと、えー、負担だけが増えるのかとちゃんと設備改善追いつくのかというようなことの意見が出るのも当然だろうというふうに思います。しかしか国のの方はです、ね、もうすでに年の時に年 新水道ビジョンを打ち出しておりましてこの中でも広域化とか官民連携を推進をしていくっていう基本方針がもう出されているんですねで2016年の段階になりますと資産評価官民の役割分担の検討制度こういう指示なども出ていると。そして2018年の 法改定といいううう一連の流れにになってきてきるっていうふうに思うんただ、まあ、現在のところについては採用の方針はないということなんですが、まあ、一連のこの国の流れそのものっていうのはこの、えー、いわゆる特に上水の関係でいえば民営化っていう、まあ、こういうところに流れそのものを誘導していこうっていうのがあのすっきり見えてくるのではないかと。まあ、当面はですね あの午前中のやり取りでも5万人以下のま都市のところを対象にした法改定だという話がありましたけれども、そこだけでは当たらないという大きな流れがあるのではないかというふうに思いますが、改めて見解、いかがでしょうかはい草壁経営戦略長水道法改正に対します、見解でございますけれども。 午前中の答弁の一部重複するところもありますけれども、まあ、その水道法改正の目的というのが、まあ、全国的にまあ人口減少による水量の減少であるとか、あと施設の老朽化、で職員のまあ技術継承の問題とか、そういった課題のがある中で、国として水道の基盤強化を図るために、えー、広域連携であるとか、えー、資産台帳を整備することであるとか、 あと、官民連携の推進、まあ、そういったあのことがあの改正されまして、それはあの先生ご指摘のとおり、新水道ビジョンでまああの掲げられているところでございまして、で特にあの先般の水道法改正におきましては、まあ、財政的に脆弱な、であの技術的なノウハウ、乏しい中小規模の自治体が、水道サービスが継続できないという、まあ、そういうのに直面しつつあるという中で、えーまあ 基盤強化が目的と、まあ、そういった中であの広域連携の推進については、えー、国、都道府県水道事業者それぞれに、まあ、責務というのが明記されましてあの特に府,の府においては広域あの検討のための協議会を設置することができるということが規定されております、まあ、そういった中であの全国的にもあの1300ほどあります上,下水上水道の事業のうち 大体3分の2が人口5万人未満でそういった中で経営面でのスケールメリットというのが創出できるということで広域連携広域化というのが議論されているところでございましてあと先生おっしゃられている民営化につきましてはあくまでも官民連携の手法の1つとしてコンセッションというのが取りやすくなったといいますかそういった選択肢を増やすということですので決して まあ民営化につなげるという法案ではないというふうにあの認識しておりますす以上です山田会員あの、まあ、いきなりでさまざまな民営化に至るその経過の措置を外してですね、えー、民営化に行くということを言っているわけではありませんでしてそれであの例えばの京都府がですね、えー、今、水道グランドビジョンに基づいて 京都市を含む府内の市町村に検討の指示を出しているとまあ協議そのものについても昨年度2018年の段階でも7回ぐらい開催されたというふうに府の資料のところでは公開をされているわけですがその際に出されました資料などを見回しても この,フのグランドビジョンの出発点というのは2013年の新水道ビジョンというふうになっているんですねで、ここのところをきっかけにし,しながら、えー、グランドビジョンの案が作られて、それからさまざまな不眠意見の聴取をされて現在グランドデザインに、グランドデザインにググラランンンンドドビジョと違いまデザイが発表されてその下で検討を進めていると。 それでこの中の検討項目を見ていきますと、まあ、先ほど言われた水質管理や水質の向上に向けてとていうこともありますが将来の,です、ねえー、この人材育成の問題とか中長期的視点の経営の問題とか公民連携の推進ということもあの検討項目の中に入ってきてるんですね。 でそういうまあ検討項目があるもとで、これはの決算の時ですか京都市に、えー、の,の皆さん方の答弁の中では、あの南部地域ということで京都市ブロック入っていますから、まあ、リーダーシップ的役割を果たしていこうということなどについても、えー、趣旨の中心点として答弁をされていたというふうに思います。当然 公,公民連携ということなどについても国の法改正の趣旨の流れそのものを全く無視してですね違う結論を出すような議論というのはなじまないだろうというふうに思いますからあの現在のところについてはそういうところが視野に入っていないかもわかりませんがこのグランドデザインだけでも10年検討していくんですね。でそういうういいとところっていう期間を見ますと当然あの 民営化っていうところなどについても十分視野においた上えでその課題が何であろうかっていうことの議論は当然あるかも分かりませんけれどもそういう論議になるのではないかというふうに思うんですね改めてこういう検討項目が要請されているもとで京都市の果たすべきリーダーシップは単に技術継承の問題やそれから人材育成ということにとどまらないというふうに考えるわけですがいかがでしょうか。 はい草川市長あの京都府があの作りましたあの京都水道グラインドデザインのまあ、考え方というのはあの各自治体において水道をまあ、将来的にもあのしっかりとあの継続していくために安全面の保障であるとかあと危機管理への対応そしてまあ、持続性の確保というまあ、そういった3つの視点 それぞれの事業体でまずしっかりと捉えてその課題を解決していくとそこでなかなかその単一の事業体では解決できない課題が。 出てきますので、そういったことについては広域化・広域連携の推進ということであの京都府域を 3, 3つの県域に分けて議論をしていこうとその中で京都市としてはあの南部に属しているということですけどもそのリーダーシップという観点におきましては南部にだけではなくてあの京都府とともにあの府内あの全域の部分について我々が協力できることについては協力してまいりたいということであのやっております。 おりますそういった中であのあくまでもそのそれぞれの現在の水道があの今後もあの京都府の中でしっかりあの継続していけ,るいけるように課題をあのこれから検討していくとその中で一つの手法が広域連携であり広域連携でございますのでそのやり方が何かの民営化というのが前提でやるのではなくてあのそれぞれがあの地域の実情 踏まえた上で、どういった形にで進めていければいいのか、というのはまこれから議論していくということでございます。以上です。山田会員あのそれぞれの自治体の抱えている課題だとか、地域の実情に応じてえまその課題の解決にあたってどうするかと。 京都市が持っている必要なこれまでのさまざまな積み,上げていう積み上げっていうことについてそれはの技術も分かかもりますあの,技術の面だとかさまざまな設備更新の実態などについてアドバイスすべきところはいくつかあるというふうに思うんですね。ところがですよあの自治体の変えております課題っていうのは非常にあの深刻で例えばあの 京都府がですね出している資料の中でも例えば危機管理マニュアル持ってない自治体が南北地域の自治体の中にもいくつかありますねあの全部ペケになっている自治体も、えー、あったりとかあるいは、えー、水源の内訳っていう資料も当,あの当時出されてるんですがこの漂流水のところが水源であったり深井戸が水源であったり え浄水、受水が水源であったりとえ京都市のように琵琶湖ということについてもいろいろですねえ自治体によって特に南部ブロックの中でもこれほど分かれてきているとでそうしますとですねこれらの問題の個々の解決をこの自治体の抱えている課題の範囲内でそして今の維持管理の範囲内でやろうとすればですよアドバイスの仕方もあるかというふうには思いますが。 広域課の件とも合わせていきますとね将来的にどうしていくかっていうことの問題なども含めてじゃあどこのところに窓を絞って整理をしていくのかっていうことについては非常に難しいことが将来的にはまず一点浮上してくるのではないかとそれからあの料金問題もこれはこの前少しこれは常任委員会でしたか議論をしたかとはいうふうに思うんですがあの一番南部ブロックのところで一番高いところについては 4000円を超えるところがあります、ね、京都市の場合は2,900円台と、まあ、こういう料金問題なども含めていわゆる一つの連携ブロックの中で解決していこうと思えばじゃあこれをどうするのかと実態任せっていうことで当面はそこはそこでいけるかも分かりませんがあの現状に置いた形の中で解決していかなければそこに住んでいる人たちなかなか耐えきれないっていうふうになるんですが非常にですね まとめ上げていくっていうことの視点だけではあの難しいあの課題が課題だけがあの残されるのではないかっていうふうに考えるんですがその点については少し中長期っていうことを視野に入れればどのようにお考えでしょうか。はい、久坂部市長あの各事業体ががそれぞれぞ課題がある中であ先生 まああのおっししゃられましたの例えば料金の統一の問題であるとかあの小さなあの浄水場とか水源の中で施設を共同していくとまあそういった問題については例えばの本市の近隣の都市町でいきますとあの京都府営水道の,あの受水市町が多いとまあそういった中でその各自治体が負担している受水費の問題であるとかあと先生おっしゃられた水道料金の 違いいいととか非常にあの課題が多いというのはまさにその通りでございましてあのそれを解決するのにいきなりあの方針を決めるというのはなかなか難しいのでそこでまずはあの施設の共同化について例えばあのいろんなシミュレーションをやってみるとかそういったことでまずみんなで集まってしっかり検証しましょうとそういうところから始め,始めていくと。そこであの他の 市町の浄水場の老朽化の度合いで施設を更新するタイミングがいずれ来るとそういった時に例えば別の市町から水を供給するとかそういったことを検,討検証していくとそういったところから始めようということでございまして。 そういった中で、本社としてはそういった中長期的な課題についてもしっかり対応していくということと、当面については、例えば技術的な面であったら、技術研修を共同でやるとかですね、あと人事的な交流もできれば進めていくとか、そういうまずやれることはしっかり連携してやっていく、そして中長期的な課題についても連携して検証を重ねていくと、そういったことで進めてまいりたいと。 いうふうふに考えておりますす以上です山田会員あの今答弁でおっしゃった当面のですねさまざまなあのアドバイスそれから人事交流っていうことについてはあのそんなに難しくないかなっていうふうには思いますしかしあの中長期的っていうことになりますと先ほど指摘しましたような課題の解決っていうことが当然迫られてくるわけですからあの非常にあの困難な部分が浮上してくるとそこでですね 京都市はこの十年計画のグランドデザインでいわゆる落としどころって言いますか結論を何に求めて求めてるっていうふうにお考えなんでしょうか坂部市長あの明確な結論というのが今何どこにあるかというのはあの京都市として特にあるというのではなくてですねそれをあのこれからあの えー、特にそんな10年というスパンではなくてあのもう少し短い期間の中でどういった方向性をやろうかという話については各それぞれの権益で議論をしていくとまずその議論をした上で、あで実際にどういったことを進めていくかというのが決まってくると思いますのであのまずはあの方向性についての議論というのは、まあ、早急にあの来年度その先ほどあの午前中も申し上げましたけれどもあの法廷の協議会というのをまあ 立ち上げるというのがあの京都府の方で、えー、検討されていますのでそういった中で将来的な方向性について各市町の中で議論をしていくということでございますす以上で山今、京都市ではありませんで京都府の落としどころがどこにあるかということなんですがあのー、まあ そこのところも含めてグランドビジョン何回見ましてもねなかなかちょっとそこのところが見えてこないということなんですがそこでですねあの国のところもそれから京都府のところもあのこれらの設備更新ということの問題についてあんまり触れてない問題がありましてねで何が触れてないかと言いますと例えば今あの老朽化対策それから耐震ということについても 例えば、対応年数40年ということで、えー、いけますと法定対応年数というところから、えー、いろんなさまざまなです、ね、あの結論を出しておられると思うんですねところが今、同じ厚生労働省があのアセットマネジメント制度向上できるのではないかと技術力しっかり生かせばと例えば40年という法定の対応年数決めているけれども実際には80年ぐらい持つのではないかと。 いうことなんかも含めていろんな検討ができるということを言っていると思うんですね。この問題についてはどのようにお考えなんでしょうかあのいたずらにですね、この40年だけを取り上げて老朽,老朽化だとか、あるいは耐震化がこれだけ必要だとか、そこから逆算して金がこれだけいるんだっていう、出すことだけは、あのここだけに固執して出すということについては問題があるというふうに考えるんですが、いかがでしょうか池水道部長 はいあのーまあ、排水管等のですね、えーまあ、対応年数ということでございます。あのー、確かに、えー、今あ、あのー、ご指摘ありました、えー、排水管の法定対応年数につきましては、まあ、40年ということで、えー、決められておりますので、まあ、一定、まあ、この年数を超えたものという、まあ、数字も出てくるわけでございますがわれ、あのーまあ、我々といたしましては、えーまあ、この40年が超えたからといって、まあ、すぐさま、あの管路が使えなくなるというわけではございませんので。えー ま、厚生労働省も示しておりますように。えまあ、それぞれの監修に基づきまして、えそれぞれのまあ、実際のと言いますか。かまあ、実対応年数というものも、えー、示されておるところでございます。えー、まあ、そんな中であのー、まあ、例えばまあ、我々今やっております。初期ダクタル中鉄管であれば、えー、まあ、40年から60年あ50年から60年という風うな数字もございますし、また、あのその後の、えー 時期に付設されておりますダクタル鋳鉄管これについては60年 それからもっとですね、まあ、最新のものでいきますと、えー、まあ耐久性もさらに向上しているということで、えー、まあこれはあのメーカーの、まあ、PR もございますが、まあ、100年を持つというふうなものも出てきてございます、まあ、そうしたことをあの我々も踏まえまして、えー、更新の計画を立てているというところでございまして、まあ、決して40年だからということではござなくて、まあ、実質の対応年数を踏まえた中で、更新の計画を立てているところでございます、以上でございます山田会員。あのうん 材質そのものについてもあのさまざまなあのえ研究やそれからその積み重ねの中で、えー、さらに長期化を図ることができると、えー、今、答弁にあった通りだろうというふうに思いますがあの一方ではです、ね、さらに同じあの材質のものであっても、えー、そこにです、ねえー、例えば埋められているあの土質だとか環境だとかっていうことによって まあ予期せぬ早い段階で壊れたものもありますしえこの間、酸性度なんかについてはですねえ急いで対策を取らんならんという対応なんかもあの緊急的に進められたということがありますからまあそのえ地域地域のさまざまなあの環境条件などによっても対応年数が変わってくるとそれから同時にですねそこの見極めをしていくという点ではあの材質の持つ あのそのものの品質っていうことについての耐用年数を出すことはあの割と係数的に簡単に出すことができるっていうふうに思うんですが実際の管路が変える必要があるかどうかっていうことについての判断は職員の皆さんが技術力があるかないかの判断力に頼るところが非常に多いなっていうふうにまず思うんですね。でそういう点でそういう職員さんの技術力交代っていうことがイコールですね 本当の見極めがなかなかできないなっていうことになるとこれはこれでまた大変である意味あの職員さんの質がしっかりと保たれて向上するっていうことになりますとこの耐えられる期間そのものについても伸ばしていくっていうことは十分可能になりますからそういう知恵を出していくっていうところに本当に踏み込んでいくっていうことが非常に大事だっていうふうに思うんです。あの機械的なですね ケースだけということではなくって、そのことが将来の財政問題なんかも含めて、あの解決につながっていくっていう大事な柱になるっていうふうに考えるんですが、この技術力継承、とりわけあの公務員としてこの技術力継承を行うっていうことが、全体の公共の福祉の増進っていうところについて、大いに貢献をするっていうふうに考えるわけですが、この点についてはいかがでしょうかはい。渡辺技術管理 はいいい技術力の,あの継承についてでございま,す、えー、あのまずあの京都市におきましてはあの、ま、今後10年間で、えー、技術系職員の4約4割が退職を迎えるという状況でになっておりまして、えー、現場で実務を通じた、えー、技術指導を実施する OJT をあの推進するとと,ともに 技術研修の充実を図,る図りながらその中でその、えー、現場での,その判断力をしっかり磨いていきたいと考えておりますまたあの技術研修の,その,、まああの体系の中に、まあ、あの集合研修や職場研修派遣研修そういう研修などもありまして、えー、その日本下水道事業団 などがあの主催する研修におきましては、そういうアセットマネジメントの、まあ、そういうコースもありますので、そういうコースで、えー、専門的な知識を高めておるということでございます、以上です山田会員あの厚生労働省なんかが示している、そのアセットマネジ,マネジメントの制度向上なんかについてもですね、 この技術力を持っている職員がいるからあの成り立つ話だっていうふうに思うんですね。でそこのところの能力が失われていくと自分その力が発揮できないっていうことになりますから改めてあの冒頭で言いましたようにあの老朽化耐震化っていうことで膨大なお金がいる人口が減っていく収益が減っていくっていうことだけのキャンペーンではなくってこういう方向性もしっかりあるんだっていうことを結びつけて市民に情報提供をしていくっていうことも非常にあの。 この問題を冷静に考えてですね慎重に対応しそして結果として財政の問題についてもあの根拠のある計画を立てていくという点でも非常に大事だというふうに思うんですがこの点はいかがでしょうか渡辺市長あごめんなさい。 石田牛長あすいませんあの先ほどから出ておりますあの老朽化した例えば、元炉でありますと、えー、先ほどあの、部長も申しましたように、高機能耐託体で中鉄管を用いたりです、ね、えー、こういうことによって耐震性の向上、それから耐用年数の延命、こういったものを図りますし、またあの、改示更新の折にはです、ね、ダウンサイジングを行って、更新費の削減にもあの努めております。 これはあの下水もですね観光船によってです市民の皆様に迷惑かからないような形で迷惑を図るというようなことも行っておりますし、まあ、設備についてもですね更新時には新技術の導入それから省エネ機器の導入、まあ、こういったものにも努めているところでございます、まあ、そのためにもですね計画設計建設そして維持管理を行うしっかり行っていくための技術 こういったものが必要でございますし、まあ、そのためにも今現在、技術の継承、それから新技術の研究等々に取り組んでいるところでございます。膨大な施設の改築更新には、あの多額の費用がかかりますので、あの先生おっしゃられるように、施設のマネジメント、まあ、こういったものを用いましてです、ね、限られた事業費の中で、まあ、さらにはその事業費を平準化させること、こういうことに努めながら、 今後も計画的にしっかりあの進めてまいりたいと思います。以上です。山田会員あのもう時間の関係で総論的に入りますが、あのこのセッション方式についてですね。あの、先ほど1300のうちの900実態っていうお話もあって、5万人以下実態対象だ。これが法改正の目的だっていう答弁もありました。けれども、もしかし実際にはですね。全体として。 コンセッション方式がですね運営権公共施設の運営権そのものとそれから施設の運営そのものについて分担をすると自治体とそれから民間企業がと。 でとりわけあの民間企業がその実務の部分の運営を行うということになりますと一体議会の,かあの全体として議会の関与がどこまでできるかということなども含めて大いに関心のあるところでして、ね、例えば、市立病院、市民病院がこの間、独立行政法人化されまして議会で予算、決算について議論する問題えことがあのぐんと減りました。そうししますとと事業運営として何が どうなってるかっていう現状っていうのはなかなか分かりにくくなってしまいましてですねで民営化っていうことになりますとさっぱりもこの問題については扱われないっていうことになりますと現場のところで一体実体的に何が起こってるかっていうことなどについても非常にですねあの住民代表の皆さんが集まっておられる議会のところでも市民のところでも見えにくくなるっていう要素なども出てくるのではないかっていう懸念も一転しております。 それからあの災害時の緊急対応を本当にできるのかということなんです、ね、でこれはあのかつての去年の災害ではありませんでして警北庁が合併した直後にですねそれから数回あの西村議員とともに訪ねさせていただいたときにお聞きしたことなんですが例えばあの大雨が降るとで川の水位が上がってくると。 その時に市の町の職員の方が当時、京北町の時代はですね、大丈夫かということでいろいろ尋ねてくれたとしかし合、ま、併、あ、後なかなかもう情報すらもまともに入ってこないということで不安を感じるというふうにおっしゃいましたけれども、まあ、これがあのイコールということでなくっても住民サービスの交代ということが災害時のところに起こりかねないなととりわけあの広域ということになれば 全体が薄くなるというのはこれはもう事実ですから改めてそういう緊急対応っていうことについてもあの本当にちゃんとできるのかっていうようなことについても心配事として出てくるっていうのは当然だろうというふうに思うんですねですからあの国の方の関心事っていうのがあのこの広域化の作業を通じて将来の落としどころっていうことをこの民営化その上で官民,分官民分担の何ができるかと。 で民間企業の拡大を図っていくということや国の財政手術を抑制するということに結びつくならですね改めて上下水道に対する市民の不安と心配っていうことがその通りになりかねないというふうに思いますからぜひそこのところについては課題がいっぱいあるというふうにおっしゃってるし慎重に検討していきたいっていうこともおっしゃっていますからあの市民の不安に応えるっていうことに、えー、本当にあの基本を据えながらですね あのー、内部検討などのところの論議にもあたっていただきたいなっていうふうに思います。以上です。はい、質疑の途中ですが暫時休憩いたします。再開時刻は15時15分午後3時15分といたします。